人民連合は2015年12月20日に行われた総選挙のために設立されたスペインの選挙連合。その起源は市民プラットフォームアオラエンコムーンにある。人民連合の起源は市民プラットフォームであるアオラエンコムーンにある。このプラットフォームは2015年5月に行われた自治州選挙及び地方自治体選挙後に出現し、 その主要な目的は、同年12月に予定されている総選挙のために、左翼系の諸政党、社会運動団体、及び個人を集合する候補を設立するというものであった。ポデエモスは、初期の段階でこの運動への合流を否定した。一方で、統一左翼は合流の場として役立つことを期待して、その運動に参加することを決定した。同年9月、 初期段階からの推進者グループのエンマネル、ロドリゲス、ピラール・ガルシーやダビレアルラは知りくことを発表し、その中でプラットフォームが正当間の論争の場となり、ポデーモスとの密室の合意に至ろうとしていると非難した。そして内務省と特許局に登録していた名称のアオラ・エンコムンの使用を拒否した。 アオーラ、エンコムンの全国レベルでの予備選挙の告知の後、予備選挙が、ポデモスとの合流の妨げとなるとして、政党、エコーがプラットフォームを離脱した。一方、プラットフォームに止まったメンバーは、人民連合という名称のもとで前進し続けた。正式名称としては、ウナダットポピュラー、イースキエルダウニダ、ウナダットポピュラー、イエヌコムン、チュンタアラガニージスタ、 イースキエルダ・オスチュリアナ、ボーザール、オシンブレアでイージキエルダス、コンシュトレーンドライ・イースキエルダ、アルテルナティーバ・ソーシャリスタ、アントレトート、エスシュセプエ・デコードバ、サゴビエモス、イースキエルダ・コステラーナと命名された、選挙連合は、名称に含まれる、諸政党によって構成された、つまり、統一左翼、ウニダ・ポプラール・エンコムン、アラゴン主義連合、アストリアス左翼、 バツレイコール左翼評議会、コンシュトレーンドライスケールだ、アルテルナティーバソーシャリスタ、アントレトート、エスシセプエデコードバ、セゴビエーモス、カスティーリア左翼などである。その後アントレトート、エスシセプエデコードバは、中央選挙委員会に選挙連合から脱退した、ことを通告した。アルベルトガルソンが、首相候補を選出するための予備選挙で勝利した。人民連合の首相、 会議会議員及び上院議会議員の各候補を選出するためのすべての希望者に対して開かれた予備選挙が開催された。議員候補選出には比例候補のためのダウドル方式により候補者リストへの順位が決められるが最終的には男女のバランスを考慮して調整されることになる。予備選挙の結果は投票総数24,615票のうち IU のアルベルトガルソンが、得票数23,712票で、他の13人の候補者に対して圧倒的な支持を得て、選挙連合の首相候補に選出された。ありがとうございます。